皆さん、こんにちは。こんにちは。ちは西山浩平です。木場七海です。小次郎講師です。さあ、始まりました、小次郎講師のマーケット超特急。この動画は7月26日金曜日。 午前11時頃に撮影を行っております。はい。日経平均が4万2000円あたりをつけた後、4000円ほど今下がっているので、ちょっと不安だなと思っている方も多いと思いますね。そうですね。そしてこの2週間でいうと、米大統領選、はい、バイデン大統領が撤退を発表するなど、大きなニュースもこじこじありましたね、うんうん。はい。毎日毎日波乱万丈ということでね、はいえー、心配されている方、たくさんいらっしゃるんだと思いますけども、世界全体のことを言うと、ねえー、日本確かにそれなりに下がっております。はい、で、アメリカもナスダックとかね、 えー、下がっておりますけども。まあ、実は世界全体を見ると、第一ステージというね、はい、私の分析で安定的に上昇している国が、まだ50%以上、はいね。で、第四ステージという安定的に、まあ、しばらく下がっていきそうだという国が20%ぐらい。ということで、まだまだ、 世界は非常に強い、ね。で、特にまあ中東あたりがですね、えー、問題が解決したということで、中東から南ヨーロッパあたりの株価が急回復をしております、えー。我々が本当に心配をしなきゃいけないのは、世界全体がどん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 下がっていってるんですね。世界全体がどん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 下がっていってる時には、日本の下げもね、どこまで下がるかわからないということで心配しなきゃいけないんですけど、うん まだまだ一部の国でとどまってるということは、どちらかというと、調整局面。ということは、調整局面が終わると、また新たに変われるということで、大きく心配する必要があるような状態ではない。このようにお伝えしておきたいと思います。で、米大統領選、ね、本当に波乱万丈な状態になりまして、民主党は新たにね、カマラ・ハリスさん、副大統領が新たな大統領、 候補としてて、ね、指名されそうななムードになっております、はい、最近のニュースとしては8月の頭に、えー、オンラインでですね、民主党は投票しまして、その投票によって、まあ、正式にカマラハリスさんが、ね、選ばれると、こういう流れになるんじゃないかという、ねえー、動きになっております。はい、で、このカマラハリスさんがどんな人でどんな政策をしているのか、ちょっと後でもう一回詳しくお話をしたいと思いますけど、はい、まずはチャートを見てみましょう。はい はい、チャートが出てきました。はい、このチャートはいつも見てるクリック株三365の銘柄で、左上が日経225、ニューヨークダウ、そしてイギリスの FTSE100、ドイツのダックス。こうやって見ると FTSE100 あたりは横ばい。ドイツのダックスもそんなに下がってるって感じじゃないですね。ニューヨークダウがちょっと下がって、一番下がってるのがね、えー、日本。 ということですけど、はい、日本がなぜ大きく下がってるんですかね。まあ日銀がね、金利を上げるんじゃないかというね、噂が一時的にありました。はい、まあこういう状態でありますと、即7月にね、えー、利上げってことは私はできる環境ではないと、こういうふうに思うんですけども、そういった噂から下がったってことで、ちょっと大きく他の国よりも下がっておりますけども、これがどん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 これから先下がっていくというような状態ではありません。ちょっと他の銘柄も見てみましょう。はい。 はい、チャートが出てきました。はい、今度のチャートは、ナスダック100、はい、そしてラッセル2000、金、原油、こういうチャートになってます。特徴的なのはね、うん、ラッセル2000はほとんど下がってない、はいねえー。高値で揉み合い状態という状態です。下がってるのは、ね、ナスダック100。とすると、今まで一番上がった銘柄に利益確定が出てるっていうのが今現在の状態。ね で、金もちょっと下がってきました。原油が大きく下がってます。はい、こういったことを見ると、インフレ傾向はない、はい、ね、えー。インフレ傾向がないってことは、 アメリカ、ね、これから先、利下げをね、観光していくだろうということなんですね。7月末に日銀の金融政策決定会合と、アメリカのね、FOMC がありますけどね。まあ日銀のね、金融政策決定会合では、国債の買い入れ額が減少されていくだろうってことは決まってるね。それに合わせて利上げがあるのかないのかってことが、まあ注目されておりますけども、私はね、今月は少なくともないというふうに見ております。 そしてアメリカは9月から利下げが行われるだろうと。ということは、この7月の FOMC は何もね、大きな決定はないということなんですけど、逆にアメリカの方が7月からね、利下げなんてことになると、ね、えー、サプライズになりますね。はい、そのサプライズが起こると株は一気に上がってくると、ね。この最近のインフレの収まり方、こういったものを見ると可能性はゼロではないと。私はそのように思っております。 じゃあ今度はね、先ほどお話ししたカマラ・ハリスさんの話をちょっとしたいなというふうに思っております。はい、はい。突然、バイデン大統領がね、はいえー、大統領選から撤退すると、こういう表明をしまして、急遽カマラ・ハリスさんが推薦されたということで、はい、まだ民主党の正式候補になったわけではないですけども、まあ、 過半数の支持を集めたという話がありますので、多分ね、えー、8月の頭に先ほど言いましたように、オンラインで投票があるってことですけども、ほぼカマラ、カマラハリスさんで確定ということです、ね。はい、で、突然の、まあ、出馬ということですけども、ねえー、一部の、ねえー、メディアでは、トランプさんよりも支持率が高いなんていうメディアも出てきております。はいはい ただまあね、正直言いまして総合的にはトランプさんが有利だという状態は変わってないんですけど、変わってないんですけど、私は流れが変わってくる可能性があるというふうに思ってます。<ー>まずはカ,カマラハリスさんがどんな人かってことを見ていきましょう。はい。じゃあ、並め読んでください。年齢は59歳、そしてカリフォルニアの生まれです。両親、お父様がジャマイカ出身の経済学者、お母様がインド出身の医学研究者。 経歴です。カリフォルニア地方検事局、カリフォルニア州司法長官、カリフォルニア州上院議員、アメリカ史上初の女性副大統領、そして初のアフリカ系副大統領、初の南アジア系副大統領でいらっしゃいます。はい。見るからに頭が良さそうなそうで、ね、人ですね。バリバリと仕事ができそうな人です。うん、で、カマラ・ハリスさんの家族のことも ね、お話ししておきたいと思います。はい、えー。旦那様はダグ・エムホフ氏、ユダヤ系の弁護士の方です。お子さん、えー、夫と前妻との間にお子さんが二人、子供二人は彼女のことをママラと呼んでいカマラっていうのをママラっていう風に言ってるんでしょうね。面白いですね,ね、えー。このね、カマラハリスさん自体は初めての結婚なんですけども、旦那さんが一度か、ま、前に結婚してるということで、うん その前妻との間にお子さんが二人いて、そのね、前妻との子供二人とカマラハリスさんは非常に仲がいいとね、毎日夜7時に一緒に食事をしてると、うん、これは欠かさずにやってるっていうインタビューを見ましてね、はい、ああ、こんなにお忙しい人が夜7時になったら自宅に帰ってちゃんと食事をしてるんだっていうね、それが素晴らしいなというふうに思いました。はい、で、このカマラハリスさんの制作ということをちょっとね、まとめております。はい まずは生活支援です。子育て支援、住宅取得サポート、政府支援の医療保険システム、薬価の引き下げ。教育政策は公立大学の無料化、学生ローンの軽減、環境保護、クリーンエネルギーの利用促進、女性の権利、女性の権利、マイノリティの権利、LGBTQ の人々の権利を守るということです。はい、基本的にはね、バイデンさんの政策を、ね、引き継ぎ、そして民主党の政策みたいなことになるわけですけども、 私がひょっとしたらハリスさんがね、えー、勝つ可能性があるなと思ってるのは、トランプさんが攻撃を非常にしづらい。ね。で、今までバイデンさんでしたからね、トランプさんはいくらでもね、えー、攻撃をできましたけども、ね。ハリスさんにはちょっと攻撃をしづらい。うん、ね。で、中途半端に攻撃をしてしまうと、女性に対する別紙とか、ね。うん、あるいは黒人に対してとかね、アジア系の人に対してとか、まあそういうような反感を買いやすいですよね。 ですからトランプさんが今までのね、喋り方を変えることができれば、トランプさんは今有利ってことは間違いないんですけども、はい、ね、これから先も今までと同じような形でハリスさんを攻撃していると、その攻撃の仕方が逆にトランプさんのね、評判を下げてしまうということで、ね、逆転の可能性はあるというふうに思うんですけど、今現在、トランプさんが圧倒的に有利という状態は変わってはおりません。はい これから先も何が起こるかわからない、米大統領選。それによってマーケットが大きく揺れ動きますから、注目をしていきましょう。 はい。はい、ありがとうございます。はい、現在が7月26日ということで、まもなく7月月末が訪れます。はい、月末、今月は日銀の金融政策決定会合もあり、はい、FOMC もありということで、盛りだくさんですが、ポちロこし、うん、注目ポイントはどのあたりにありますかそうですね。えー、いずれも7月30日、31日という、同じ日にあるとね、ね、えー、いうことで、えー、まあ、正式に言うとですね、 日本は7月31日のお昼前後に結果が出まして、で、アメリカの FOMC は8月の1日の午前3時に結果があるということで、まあ、約ね、半日ぐらいのズレがあるんですけども、同じ日にね、えー、日米の金融政策決定会合があるということで、大変注目されております。 事前予想からお話をしますけど、事前予想においては、日銀の金融政策決定会合は、ね、えー、国債の買入額の減少、ね、これが発表されると、ね。この減少額がどれぐらいになるかってことは、まだ分かっておりませんけど、1>, 1年がかりで5兆円ぐらい、 ね、6兆円ぐらい月間買ってたものをね、えー、3兆円台まで下げるとね、まあこういうような話があります。はい、その第1回目ということで、どれぐらい下げていくかってことの発表がある。はい、で、利上げということですけど、はい、利上げということに関しては40%ぐらい可能性があるとね、こういうふうに言われておりまして、はい、特に日本がね、円安で非常に苦しんでた時には、 利上げをしろよ、利上げをしろよという声が大きくありまして、はいえー、自民党の、ね、議員がですね、えー、日銀まで行って、ちょっとね、利上げした方がいいんじゃないかという、ね、話をするというような話もありました。はいね、ところが、急速に今円高になってますよね。ね急速に円高になってるってことを見ると、あえてここで利上げをする、ね、必要はない。ということで、えー、私は今回は利上げはないんじゃないかとね、えー、このように思っております。はい そして、アメリカの FOMC ですけど、アメリカの FOMC の方は、今回は、 変わらず。ね。はい、利上げも、利下げもない。まあ、利上げをやることはないでしょうけどね。利下げもないと。で、利下げは9月からだっていうのが、今現在のね、マーケットの読みでね。今回変わらずっていうのは90%以上が今回は変わらずだという話をしておりますけど。まあ、どん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 アメリカの景気がちょっと悪くなるような気配があるということと、インフレがものすごく収まってるってことを見ると、 もう、いち早くね、えー、利下げをしても全然問題じゃない、ないんじゃないかと。で、日本とアメリカのね、えー、まあ、金融政策を牛耳ってる期間の圧倒的な違いってのは、日本はやっぱりね、慎重派。 もう慎重に慎重になんか一歩二歩遅れるねっていう感じがするのが日本ですけども、アメリカ大胆ですよね。去年なんかもね、去年おととしか、トリプル利上げという、通常だったら0.25%の利上げのところ、0.75%利上げするなんてね、大胆なことを何回後もやりました。そういう大胆なアメリカってことを考えると、ここでちょっといち早くね、利下げしておいた方がいいんじゃないかというようなこともあり得るんで、そういったようなサプライズ がああるる可能性もとといいううことはね頭に置いておきましょう、はい、発表があるまではちょっと無用眺めが起こる可能性もありますよね。はい、そうですね。ですから私は、その二つの金融機関のね、二、うんえー、つの国の金融政策の決定、会合これをもって流れがガラッと変わると、はいはい、ガラッと変わるという可能性があると思っております。はい。 はい。なので皆さん、こちらの日銀金融政策決定会合と FOMC の結果、日時、共にですね、覚えてしっかりチェックしていただければと思います。あと、SBI 証券さんのホームページから飛べる投資情報メディアというページがあるんですけども、そこで米大統領選、 の、えー、特集ですね。そちらのコラムだったり、えー、動画が載っておりますので、そちらをチェックするとですね、刻一刻と変化する、えー、大統領選の様子が、えー、より深く理解できると思いますので、はい、ぜひチェックしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。